カンダイニング。スタート。今回はサークル活動についてご紹介します。早速お邪魔したいと思います。失礼します。音色です。それでは3年生の伊藤さんにお話を伺います。まずはマンドリンというのはどのような楽器なんでしょうか？はい、マンドリンはイタリア発祥の弦楽器です。弦が2本1組で8本あり、弦をピックで弾いて弾きます。同じ音を連続して弾くトレモロ奏法が特徴的です。こちらのサークルではどんな活動をしているんですか？マンドリンクラブは基本的に月水金の5時から活動を行っています。演奏会に向けての練習がメインです。初心者が多いサークルなので教え合ったりしています。私も体験させていただきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然違う。高橋リポーターはなかなか思うような音が出せないようですね。こっちか。コツとかってありますか？音階を変えるのを左手の指でやるんですけど、それをしっかりめに押さえて鳴らすことですかね。なるほど。このマンドリンの魅力ってどのようなところですか？マンドリンオーケストラの魅力は、このマンドリンのこう高い音が出るところから、下のベースの低い音がの音の厚みがあって、迫力のある音楽を奏でられるところです。それによって各パートの魅力が引き出されているのではないかなと思います。最後にこれからの目標をお願いします。はい、私たちは演奏会の成功を目指しています。聴く人も弾く人も楽しめるような演奏ができるように頑張ります。新入部員も募集中です。私たちは岩手大学を応援しています。